今日はようこそお越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。今日は伏見ミリオン座で舞台挨拶ということで、はい、公開後にあの控室で私がインタビューさせていただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではまずはお一人ずつご挨拶お願いします。はい、桜色の風が咲くで福島聡役を演じました田中武人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、桜色の風が咲くプロデューサーの結城と申します。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの名古屋の方にはさせてもらったりと、はい、あと NHK さんがあるの で、 そ, うです、ね、 そ, うですね、それでちょっとお世話になったりとか、はい、そんなぐらいですかね。エールね。エールもありがとうございます。あ、でもエールはそっかこっちで、エールは東京ですね。そうですね、東京の方のパートで出られてたから。そうです、はい、あ、だからエールって岐阜あたり豊橋か。そうですよね。そうなんです。その豊橋のところは、ね、いらっしゃる方ですよね。基本的には。でも嬉しかったですよ。ありがとうございます。ます、はい、いや、あの映画 見させていただいて、はい、あの なんていうのか、その福島さんの半生っていうのは私はちょっと存じ上げなかったんですけれども、あの決してもちろん楽ではないんですが、なんか終わった後にすごくスカッとするというか、うん、なんなんでしょうね。あ、もう頑張ろう私も、うん、何を壁ぶつかってんだよみたいな、はい、ちっちゃなことでっていうふうにすごく思って、あのちょっと背中を押された作品でした。はい、もうありがとうございます。素敵な作品でありがとうございました。あのじゃあプロデューサーにお聞きしたいんですけども、はい、まずこの映画の成り立ちというのをぜひ教えてください。はい、あのですね、この映画の成り立ちはですね、もともとその僕はですね、案外あの大手さんの作品 の、はい、あの制作の一部を、まあ、受け負うお仕事をいろいろさせていただいてるんですけども、まあ、今だったらちょうど鎌倉殿の13人だったり舞い上がれ の、 あの VFX とかそういうのをお手伝いしてるんですけども、なかなかね、自分自身の企画をやるチャンスが、まあ、なかったりするわけなんですけど、ちょうど精霊の森人というドラマを作っている時に、あのそういう外部企画みたいなことを受け入れて、それで、番組にするできるっていう話を聞いたんですね。それでそれと同時にあの本屋さんであのこの福島先生の著書を、目にして手に取って読み始めていて、これはそのいけるんじゃないかと、っていう、あの内容的にも企画的にも、はい、あのこうがっつりとした深い内容じゃない、あのテーマじゃないですか、と思っていて、まあ、あのいろいろ企画をかあの作ってたんですけども、ちょうどその時にはいわゆるそういうある程度年齢層の高い、がっちりとした企画よりももうちょっと若者向けのライトタッチなものの企画を望んでるんだっていう話で、あ、そうなのかと思ってた時にですね、一方で、この作品の松本監督は前作の「パーフェクト・レボリューション」という作品を東京大学で上映する機会があった時に、たまたま福島先生とお会いすることになって、彼は本物の福島先生、その時にお会いすることにお会いして、その時にその福島先生 の、あのとお話ししたりとかしてる中で感銘を受けてですね、これを作品にしたいと彼の本も揉んでいて、それがある某映画祭で出会う僕と彼が会ってですね、あのじゃあ別々でやってるんだったら一緒にやっちゃった方やろうよって話になって、それも偶然の、本当に偶然の出会いなんですけど、それで一緒に2018年から作り脚本開発ですね、始めて、ちょうどだからそれがあの伊達店を作ってるわけですね、僕が、あの夜な夜な、まだコロナ前ですからね、あのファミレス世田谷の狛江のジョナさんというところに脚本家の横幕さんと3人で、夜集まってはですね、あの夜中まであじゃないこうじゃないって脚本も何回も何回もあの作り直して、そしてそれを監督から福島先生にこう見てもらったりとかっていう形であの脚本を作り上げてって、でこれでいけるっていうのがちょうどだから2019年の終わりですかね、それでプリプロダクションを始めて、
その時にコロナっていう言葉は少しずつちょっと出始めてたのかな、はい、うん、だけども撮影してる最中にはちょっとまずい段階になってきて、緊急事態宣言が出て、あと3日残して緊急事態宣言で1回止まっちゃって、それでまた夏に再開して最終的に撮り終えてっていう感じですかね。そうなんですね。だからこう今日今長いですね。そうなんです、長いんですよ。ですね、サトシの役はオーディションで、それが2019年の末ぐらいですよね。秋ぐらい。秋ぐらい。で僕もね、あの最初に言ってましたけど、福島さんのっていう人物がいらっしゃることを僕知らなくて、ただオーディションの概要的に、まあ、こういう全盲ろうで大学教授になられて実在する方でっていう情報を得て、なんかこう、まあ、そもそも全盲ろうの役をやるっていう機会が自分はなかったので、はい、でまさにもうこのね、その見え方によってお客さんがこう感情輸入できるかできないかってすごく大事な部分だと思うので、はい、なんか役者としてものすごいプレッシャーがあって、でこれがちゃんと評価されなかったら今まで続けてきたのはなんか何のためにやってたんだろうぐらい、もう本当にすごくあのプレッシャー、そういう意味でのプレッシャーもあり、まあ、ただオーディションでやその受かる受からないとか上手い下手以前に、まあ、その福島さんっていう方の人生を演じる上で、まあ、オーディションであれ何であれ、まあ、ちゃんと向き合ってやらないと、まあ、失礼になるなと思って、でもそのオーディションの当日の日まですごくこう耳栓して目隠しして生活したり、まあ、そういう少しでもあの時間はないですけど、何かこうそうやって見せることができるヒントになればなっていうのはずっと模索しながらのオーディションへの参加でしたね。そうですね。それに今も活躍されている方ですし、そうですね、もうなんかね、僕たちとしてはもう本当拷問みたいなことではあるんですけど本当にだからそれこそその昨日の神戸とかで、あの玲子さんとあの福島先生と実際にそのご家族の雰囲気だとかそういうものはやっとこう見れて、なんかこう安心したというか、自分たちがやってたことが間違ってなかったのかもしれないっていう小さな自信にはなったので、やっとほっとしましたけど、もう撮影から2年半ぐらい経ってるので、うん、その2年半の間は もしかしたらなんか福島さんたちに見られて全然ダメだったのかもしれないとか、うん、なんかいろんな感情がたくさんあって、うん、そういう意味でもなんか昨日の神戸の舞台挨拶とかはすごくなんかいい舞台挨拶だったなというふうに思います、はい、大変だと思いますよね。だってあの、まあ、目が見えない部分は、うん、まあ、見えないって形ですけど、うん、見聞こえないって部分の表現って、あって大きい声をちょっと出すだけでも、あの集中してないと多分普通は反応しちゃうと思うんですよね。だけど反応しちゃいけないじゃないですか。だから多分ものすごい集中しないとなかなかこの役を演じきることは大変。はい、で最初にそのオーディションでお会いしたときに、あのゆきさんもそうだと思うし、あの監督も立ち会われたと思うんですが、もう作り込んでいらっしゃったっ、まあそうですね、その話するの初めてじゃないですか、うん、そうですね、その話は監督とはオーディションの時の思い出とか話してるんですけど、聞きたいですよね、ゆきさんそうです、うん、僕と監督がオーディションは立ち会ってるんですけど、うん、そうですね、僕自分 のスタイルなのかもしれないんですけど、はい、あんまりその演者とかとか、うん、あのスタッフとかと少し距離を置いてるんですよね、はい、現場の時も いるんですよ、はい、いて 裏方やってるんですけど、なんでかっていうと、うん、まあお金とかを取り扱ってるので、うん、時にあの冷酷な判断もしなければいけなくて、 そこがウェットになっちゃうと、うん、なかなかね厳しくて、うん、あの仲良くやっていけたらもちろんいいんだけど、あのそうならないこともあるので、うん、そこら辺は案外孤独にいるんですよね。だと思います。プロデューサーってそういうところがね。それで監督と役者さんの関係が崩れたら、もう作品としては成立しなくなるので、うん、まずそれが第一、はい、スタッフ同士、うん、監督って
で、プロデュース部ってある意味雑用係で裏方で、大変なことが起きたら出番だけど、そんなものは起きない方がいいわけですから、うん、はい、おかげさまでこの作品はみんなチームワークが良くて、あのコロナということ以外はね、比較的順調に いったと思うんですけども、田中さんみたいな感じになったわけですね、お二人。何人か、オーディションの中で、うん、真っ先に候補の一人には上がりましたね、うん、はい、よかったですまあ、でもね、それで、ぜひ、まあ、お決まりになってからが大変ですよね。現場で小雪さんとかのお芝居を僕は目で見てない状況になるので、はい、基本的には声だけ、みんなの声だけを頼りに、こうずっと本番とかもやってきたので、うん、映画見て、あ、こんなに泣いてたんだとか、うん、やっぱその、ね、泣いてても声は強がってたりするから、うん、そういうものをすごくこう映画を見て気づくことがたくさんありましたね。目を閉じてだとやっぱりこう耳がすごく良くなるというか、そう、最初はすごく耳にこう意識を向けて、うん、まあ、耳で聞かなきゃ、うん、感じ取らなきゃっていうふうに思ってたんですけど、うん、まあ、耳も聞こえなくなってきてしまうので、まあ、そうなってくる撮影 の、 その、ね、シーンとかだと、うん、なんかどん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 その気持ち的に、はい、まあ、聞こえてるんですけど、なんかこう聞こえない風な感じがするというか、なんかこう意識的にすごく耳からの情報をあまり感じ取らなくなってしまったので、その頃からはなんかちょっと孤独な感じがしてきて、あの映画でもその小雪さんの腕をずっと僕は持ってるんですけど、やっぱあのここを持つ持たないだと本当にこう安心感が違うというか、だからそういう部分はすごくあの実際に福島さんが感じた孤独のまあ、ほんの一部かもしれないけど、うん、まあ、もしかしたらその寄り添えたというか近づけたのかなとは思いますね、はい、福島さんにももちろんお会いして展示も並ばれて、はい、そうですね、始まる前にあのいろいろ福島さんとお会いして、実際に福島さん大学に通って1ヶ月半、2ヶ月ぐらいかな、うん、展示と指展示、はい、あとその盲ろう者の生活の仕方とか、うん、そういうものとかはすごくあの勉強させてもらいました。どんな方ですか？いや、もう圧倒的にエネルギーにも溢れてて本当に目が見えなくて耳が聞こえないのかって疑っちゃうぐらい、やっぱりこうやっぱ関西人もあるのでこうすごくユーモアがあって、で、まあ、実際そのインタビューというか役を作る上で目が見えなくなった時どういうお気持ちでしたかとか、うん、そういう結構重たい話をするんですけど、うん、でもあのどんな時でも本当に笑顔を忘れないというか、うん、明るさを忘れない方なので、うん、まあ、演じる上の本当に一番のヒントになったのはそこかなというふうに思ってます。うん、福島さんから学ぶものがすごく多かったんじゃないですか？そうですね、うん、まあ、なんかその身体的なこととかじゃなくて、本当に気持ちの部分で、あのどんな状況であれ、うん、こう自分にできること何かという、うん、なんかこう諦めずにあの模索し続ける姿っていうのはすごくこう自分の勇気にもなったので、うん、出会えてよかったなというふうに思います。すごいターニングポイントの作品になったんじゃないですか？あ、そうですねまあ、このままね、この映画がもっともっといろんな方に見てもらえて評価してもらえたら、そう、役者としても嬉しいですし、はい、まあ、人としてもすごく嬉しいなと思います。はい、今日も全然サトシ君とは、ね、髪型が全然違うので撮影の頃から比べるともう全然もう 2,3 年ぐらい経っちゃいますから。本当そうですよね。まあ、まあ、これ役でやってるんですけど、全然いろんな役をやっぱやらさせてもらう中で、やっぱサトシっていうのは結構特別な存在だったんだなっていうふうに思いますね。あの吉沢さん、お父さんが、お父さん演じてる吉沢さんと、はい、まあ、ちょっとビールを飲むっていうシーンがあったりするんですけど、うん、本当にあの時は未成年だったんじゃないかって思ったりとかいやいや、あの時はもうちゃんと二十歳を超えたし、ね、まあ、一応ノンアルコールでしたよね。まあ、もちろんもちろん、まあ、でも僕にとってはその初、僕二十歳になった直後の作品なので、うん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 、初ビールですね。もうあの時ビールまずくて、うん、うまいとか言ってたけど実はちょっと苦手だったんですよね。なんかあの時
ど、その田中さん多分年齢的にも合ってんだろうなと思いながらすごくリンクしながら見てました。小雪さんはですね、はい、キャスティングのディレクターをやってる石野さん経由で、はい、台本が彼女の元に行ってですね、それで彼女の方からぜひっていうオファーがあって、はい、それで小雪さんだと思うわけですよね。はい、そうですよね。だってこれは別に大手ではなくて僕の会社ですけど、ちっちゃなちっちゃな吹けば飛ぶような会社が作ってる会社で、そこにラストサムライでトム・クルーズと出た小雪さんみたいな、あともう一つは小雪さんって僕のイメージの中で、はい、やっぱ背がスラッとモデルさん上がりで、うんうんうん、ね、綺麗で、うん、こうね、クールビューティーみたいな、はい、ちょっとイメージがあるじゃないですか、うん、ただねそれはね、まあこの映画をご覧になられた方みんな思うと思うんですけど、案外肝っ玉はじゃん、うん、要は作品の中だけではなく、はい、普段僕らと接する時も、うん、そういう感じなんですよ。うん、それで最初だけどね、実は一回ちょっと断りかけてるんですよね。あら、それはなぜかというと、ちょっとスケジュールがなかなかいろいろ小雪さんの方のスケジュールと僕らの持っているスケジュール感が合わなくて、それで一回ちょっといやなかなかちょっと僕の力不足でそこまで撮影期間を伸ばすことが厳しいんで、またもうちょっと僕が力がついたらお願いできますかみたいな話をしたんですけど、小雪さんの方からスケジュールは自分が何とかしますと、だから絶対に出るんですって、はい、まあそう言われちゃったらね、ここでいやだそれでもって言われもあれで、そこまで言っていただけるのであればっていうことで、キャスティングとして決めさせていただいて、で実際に彼女がキャスティングにレコード役をやっていただいて本当に良かったなと思うんですよね。彼女も3児の母、はいはい、福島玲子さんも3人の男の子、3人のお子さんの持っていて、自給自足的なすごい地に足がついた生活というか、そういう感じじゃないですか。そのお母ちゃんとか綺麗なんですよ。それはもうだって彼女の生まれ持った美だから、それはどうすることもできないというか、それはそれで映画としてやっぱ綺麗に見えることはいいことだし、被写体として、それでいてそのお母ちゃん部分がやっぱり地に足がついたお母さんっていう部分がちょうどマッチングしていて、それが佐藤主役の田中君とのやり取りの中ですごいいい感じになったなって自分で思ってますよね。そうですね、はい、指点字をこう手を持つところとかも、はい、うん、すごい感動しちゃったすごい良かったです。小雪さんとは、まあ、本当にさっきもおっしゃってたんですけど、目を閉じて の、まあ、お芝居だったんで、なかなかお芝居見れてなかったってね、うん、おっしゃってたんですけども、実際そのカメラ回ってない時なんかはいや、もう回ってない時にそのサトシについてとか家族についてとかの話は小雪さんと一回もしたことがなくて、はい、っていうのも本当にもう小雪さんの言う通り、僕も最初はなんかクールビューティーな、ね、女性だというふうに思ってて、もしかしたら怒られるんじゃないかななんてちょっと思ってたんですけど、でも本当に現場ではまさしくもうお母ちゃんっていう言葉が似合うぐらい、僕のプライベートとか その相談とか、うん、まあ、一人暮らし始めるんだったら、うん、ご飯食べるのとか食べてんのみたいな、うん、本当そういう会話を常にしていて、で、まあ、やっぱこうすごく本当の子供のようにこうちゃんと面倒見てくれるというか、お世話してくれて、そういう部分がこう自然と何かこう、うん、映画の中に滲み出てる、はい、感じだったので、無理やりこう2人で作って何かこうこれやろうみたいな感じではなくて、その控室とかでもうずっと文句言ったりなんだかんだしてるのがもうそのまま映画に出た感じだったので、本当に小雪さんで良かったなと思います。すごく自然な感じですよね。はい、本当に自然をすごく大事にされてる方なので、はい、そういう感情がもうダイレクトに僕の方にも伝わってきたので、おかげで好き勝手お芝居してもらえたという感じですね。そうですね。桜色の風が咲く、この作品はですね、
あの、まあ、いくつかのメッセージがありますけども、まず一つは、人が人たるゆえんですよね。あの、人間はなぜ人かというか、あの、福島聡先生の話にまたなるんですけども、先生が視力を失い聴力を失った時に、物理的にそのフィジカルな面での厳しさ、しんどさはもちろんあるけども、何が一番辛かったかというと、やはりあのコミュニケーションが取れなくなったことがすごく辛いんだと。それはどういうことかというと、自分の存在がこの世の中から忘れ去られていくような感覚だということなんですよね。それでそこにお母さんの、まあ、必死の思い、愛情によってあの指点字が生まれて、こう分かるでって言った時に、自分の意思、相手の意思が伝わり、自分の意思が、先生は後天的ですから、あの、まあ、話すことはできるわけですけど、このコミュニケーションが成立する時が分かった時にですね、一つの光があり、先生はあれがあったおかげで頑張ってこれたということにおいても、指点字っていうのはものすごい、大切なことなんですけど、このコミュニケーションですよね。人はやっぱり人とコミュニケーションを取ることによって人たる存在の意味があるというか、だからこの僕たち健常者は普通にこう喋れて、声で聞くこともできる。で、声の要はコミュニケーションって単に声が聞こえるだけじゃないじゃないですか。あーって大きい声もあれば小さい声もあるし、喋っていても表情によっても情報の伝達があって、あらゆる五感を駆使して人間同士のコミュニケーションで成り立っていて、もうそれができること自体、もう僕たちは素晴らしいことであるっていうことなんですよね。それで、そういう、それでどんな困難でもやっぱり乗り越えていける力っていうのが、やっぱ福島先生を見てて、僕は感じて、それをこの作品の中に込めているように、多分この作品を見ていただいた方は、あと、もっとあの頑張んなきゃとか、その自分が生かされてる意味みたいなね、ことを感じると思うし、それと福島玲子さん、お母さんおよびお父さん、そして兄弟のその愛、家族の愛、そしてお友達の愛、コミュニティの愛みたいな、そういうことをですね、こう包み込んだ形での作品作りなんですけども、そういうメッセージがですね、一人でも多くの方に届いてですね、何か、ご自身の体験から感じるものがあったならばですね、それはこの映画を作ってよかったなと思えることになんですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、この映画はですね、まあ、本当にあの愛にあふれた映画だと思ってます。で、まあ、先ほどゆきさんも言ってましたけど、本当にこの映画のテーマでもあるコミュニケーションっていうところで、あのすごくそういうものを大事にした映画なので、まあ、この映画を通して何かこう感じるものだったりとか、なんかこう受け取るものがあったらですね、それをこう自分の中で留めるのではなくて、それをまたこういろんな人にあの言葉だったりとか、まあ、いろんなものでお伝えしてコミュニケーションを取ったり、そういうことであのすごくまたこう開けてくるものもあるし、あのそういうものがちゃんと伝わる映画だと思うので、ぜひあの大切な方と見ていただければなと思います。なんかあれだよね、あの自分の中で見て自分の中に吸収してもらいたいこともしてもらいたいですけど、なかなかこう恥ずかしいかもしれないけど、その映画を見た感覚をお互いにこうシェアしてもらうような、そういうことをしてもらえるとね、すごい本当に嬉しいんですよね。はい、やっぱりその気持ちを相手に伝える出すって、まあ、またそれもコミュニケーションなんですけども、そういうことをしていただけるといいなと思いますね。喋、はい、りたくなるお話だと思いますので、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。